あ、口くせえ。口がまずい氷の味がする。あ、まずいまずい。チャララララー、チャララララーララ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 。なんか動画撮る前にその移動しようかなって思ったんだけど、めんどくせえ。ちょっとね、体をなんか30分に1回くらい立っていこうわ。本当は1時間に1回くらいでいいらしいんだけど、1時間に1回の情報はあれですよ、多分あのあれです、川柳少女の作者がなんかファミレスとかでなんかネームだのなんだの書いてるとき、アップルウォッチ持ってて、アップルウォッチはずっと座ってる状態が続くと1時間1回にアラームが鳴る。だからそのファミレス内をうろちょろしてる変な人と思われてるだろうみたいなツイートから、あ、アップルウォッチ曰く1時間以上座ってちゃいけないのかっていう意味で、あと集中力的な意味でもね、あんま30分以上やりたくない。長く続けたいからこそ30分で区切る。あとみんなもそんな見てらんないじゃん。本当は長いことやるのかっけえみたいな文化あると思うよ。なんかエモンじゃないけどさ、加藤純さんの見たらすげえ10時間やってかっけえ。でもそうじゃないじゃん、人間には集中力があるわけで、だから45分くらいで区切るのが一番いいんじゃないかな、授業的な感じでね。だったら30分くらいに収めようかなって。俺もずっと喋ってたの。でもやっぱりその俺も人間だからさ、集中力があって、それが切れると楽しくなくなっちゃうから、なるべく楽しくやりたいからこそ30分くらいでやめる。あ、芋けんぴ食おう。しょんべん行ってくるわ。もうちょっとかがんだだけで腰が痛いね。芋けんぴのカロリーやべえね。油菓子、芋けんぴってそりゃうめえよ。油の菓子だもん。油に砂糖に芋、何それ、カロリー爆弾じゃん。 150g で750kcal、
ずるいんだよな。内容量 150g で、栄養成分表示 100g あたりなんですね。こういうずるさがあるよね。だからコカコーラとか飲んでると、あ、45キロカロリーしかないのかと思ったら、だいたい、コカコーラとこれが飲むやつとかやっぱ 500ml のペットボトルだから5倍だからね。あ、カロリーが倍にしなきゃいけないんだよ。こういうのずるいわ。全部ずるい。世の中ずるいね。ほんとずるいわ。500だったら、あ、まあまあ、おすごい多いなと思うけど、でも750の数字来たらギョエってなっちゃうもんね。ずるいずるい。もうその、もうなんかとんでもないカロリー爆弾とかになったら 10g あたりとかになるからね。だってそうだもんね、マヨネーズとかね、あの大さじ1杯、何十グラム、何十カロリー、キロカロリーとかなってるから。ほんとずるいわ、世の中。ずる賢い大人がずるいことをしている。芋けんぴ食べるわ。ちょっと糖分が足りねえのかな。なんか口がさ、テロテロしてはねえんだけど、カピカピなんだよな。ジュース飲むとやっぱ全然口乾かねえのな。口がやっぱベタベタになって。あ、膝の裏洗ってきた。膝の裏洗ってきた。手洗うついでに、まあ、手洗ってねえけど水で洗っただけだ。ほんと縦方向に開けなきゃいけないし。めちゃくちゃうまい。甘いポテトフライだもんな、結局は。芋けんぴは喋りながら食うとね、絶対に刺さるので真剣に食べます。ごめんね皆さん。すぐ謝るな俺。吐いて、歯医者行かなきゃ。前さ、醤油スープ飲んだ後にボエーみたいな声でした。めっちゃ大きな声でた。めっちゃでかい声でボエーって。だから、あ、油で今喉がツルツルになってるから、ベタベタ、ん、トルトルになってるからさ、すげえさ、ボエーって声ってあんま大きな声出ないじゃん。面白って思っちゃって、めちゃくちゃ面白かった。もう変な声出す時ずっとなんかもう醤油、なんかラーメンのスープ飲もうかな。うん、うん、めちゃくちゃうまい。口の中が、お口の中って言いそうになったけど、口の中がずっとうまいわ。無敵今。てん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 みたいなのが流れててもおかしくない。うん、芋けんぴってうまいな。俺芋好きだよな。結局干し芋とかさ、芋チップスとか、芋チップスもちゃんとしたなんか体に、いや体にいいってわけじゃないんだけど、そうだね、干し芋食いてえな。うまい干し芋。いやでもさ、膝の裏を洗っただけでちょっと爽快感が出た。痒さは全然取れないけどさ、あの痒みは全然取れないんだけど、ちょっと良くなった。脇も洗ってくればよかった。痒いし、今度洗おう。次ションベン行くとき洗うわ。スマブラのコントローラーがずっと変な誤操作をしている。もう一丁いただくか。うまいな。ツイッターでも見るか。世界が一番しょうもないもの、ツイッター。
もうツイッター中毒だからツイッターが嫌いになってもやめられない。こういうことなんだな、アンチの気持ちって分かった。もう中毒なんだよな、生活の一部になってる。やめたくてもやめられないんだ。でもやっぱツイッター見ないわ、だって面白くないんだもん。ちゃんと面白くない、やる前に面白くないんだぞって10回100回くらい言い聞かせてからやろう。でもさ、前ジュース飲もうとした時にさ、ジュース飲むか飲まないか、てっててれって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 ててれって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 て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 てみたいな感じで言ったらさ、ジュース飲まないことできたの。あれすごい、もうジュース飲まないっていう気持ちがなくなるまで踊り続ける。何俺しょうもないことやってんだろうって気持ちが強くなるまで変なことし続ける。これがダイエットの極意。もう痩せられてませんけど、なんか飲みたくなかったら、飲みたかったんだけど、かゆいわき、お風呂入んなきゃな。うん、お口の中ずっと美味しい。うまっ。いや、こりゃやっぱそりゃね、カロリーも高いわけだ。カロリーが詰まってるからうまいのか、うまいものはカロリーが高いのか。でもこんな安い芋けんぴだから、もっとうまい芋けんぴが世の中にあるからな。そう考えるとすごいな、世の中、世界ってすご。よーし、ツイッター見んの結構我慢したからツイッター見よう。でも別に見なくていいんだけどな。ツイッターは見るけど、最近ツイッターを見るまでのさ、道のりをめちゃくちゃ長くしてる。うん、もうね、10ページくらい先まとめたさ、あるじゃん、 iPhone でまとめることができるのよ。まあ多分他でもできると思うけど、その10ページくらい先にツイッター置いとくわ。もうツイッターは見るけど、桜井紀夫の漫画を見ます。ツイッター漫画、僕ヤバですね。僕こことか言っちゃってたな、一時期じゃないよ、ちょっと前まで。別に僕ヤバって前まで言ってたんだけど、なんか僕ここみたいなことを言ってて、何言ってんだ、おら何言ってんだって思ったけど、思い出せなくてね、僕ヤバっていう略称がさ。チン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 、ワンブヌヌワンバ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 ンボンラルルルランランドゥルルダンダンテレレレテレ。あれ絶対原曲結構いい歌
でってね、あの歌なんだろう。うんちゃ、うんちーになっちゃうね、俺が言うと。それは違う、それはふざけていて、うんちゃ、マジで弾ける5秒前。ペッ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 って言って弾け入れたらいいけど、全然俺今弾けエネルギーがないのでダメだな。なんか宮迫ですのネタもそんな面白くなかった、俺の見たけど。うん、うまいことできないね、やっぱギャグって。誇張失敗しました。うん、でもギャグっぽいことしたらそれは面白くないよな。でもあのやってる瞬間楽しかったよ。うん、瞬間は楽しいけど過ぎ去ってしまったら冷めちまうな。まあ冷めるよな、そら。そうだよ、そういうもんだよ。冷めるのはしょうがないんだよな。再加熱をしていかないと。もうあれは多分加熱ができないものだからな。 2回目再加熱、二度漬け禁止的なね。なんか俺年明ける前にお年玉もらったの、俺死ぬんか年明けずに。そういう不吉な意味なのかな、怖いな。死なないでくれ、俺頑張るぞ。来年はヒカキンさんはなんだかんで言って予言的中するから。 YouTube の神だから、 YouTube の予言は絶対当たるんだよ。個性強くて編集もろくにしてないけど、その人の個性でスターになるような人がまた少し来ると思う。俺じゃん、俺じゃん、俺じゃんな。あ、何のひねりもない俺じゃんでしたけど、来年、今年も、来年も生き延びるぞって言うと今年死ぬから。今年も最後の2日あんま考えたことなかったけど、なんか怖えんだよな年末って。いつも死にそうな気がするって。嘘、今まで考えたこと、最近やっぱ鬱が悪化したのかさ、精神病がさ悪化してるからさ、毎日死ぬと思ってんのよ。うん、毎日死ぬなって。死にたいんじゃない、あ、死んじゃうかもしれない俺。だってデブだから、痩せようと頑張ってもその頑張るためのエネルギーが足りないから痩せれないんだよ。それをなんかどうのこうのって言うけど、そういう根性論である感じじゃん。逆根性論ね。うん、やっぱ強いパワーを出す根性論っていうのは間違ってるとは思うんだけど、そういうマイナス的な根性論って結局合ってると思うな。うん、なんでだろうね。根性論っていうのは合ってないのに、まあそらね、限界があるから肉体には。でもできない根性論は絶対合ってると思うな。精神病ってものがあるんだ。精神病は脳の病気らしいからね。なんとか神経か何か出してないんだろうね、そういう麻薬物質みたいな。出す量が少ないのか、それを、だから運動してないからか、最近。運動しよう。多分やる気物質的なものがさ、頭から分泌されてない。なんでだろうな、こんなに休んでんのに。もしかして休みすぎたかと思うけど、それはない。休みすぎたら俺今ビューンって動いてるもん。動けてないんだから、まだ休みすぎてないんだよ。まあ結局休んでないのかな、 YouTube の活動するって。でも YouTube 楽しいんだもん、俺が唯一できることなんだもん、これは。楽しくて、これをなくしたらやっぱ全部が壊れる気がするから、これはやめないわ別に。最近そんな悪口言われてないしな。まあでもコメントすらされないけど、最近は。芋けんぴ美味しいな。うん、
芋けんぽ美味しい。でも多分それ加藤純一さんのこと言ってんでしょ、ヒカキンさんは。うん、でもまだ加藤純一さんだってチャンネル登録者40万人くらいだもんな。あれでも俺も来るわ、加藤純一さんと一緒に伸びるわ。よかった、ヒカキンが言うんだもんな。よし、来年も頑張ろう。まあずっと頑張るけど、人気出るまで頑張るぞ。まあ出ても頑張るけど、いや頑張るって言葉しない、頑張れですね、絶対に頑張らない。うん、頑張ったら人間壊れるから。うん、まあみんな壊れないかもしれないけどさね、頑張りを続けられる人ってすごいよね。それ才能だからさ、どこかで諦めちゃうんだよ頑張るのは。でも楽しいことだったり好きなことって、楽しいって思う限り、好きって思う限り、好きな限りは続くから、まあ好きだからずっと続くってわけじゃないと思うんだけど、ずっと好きな才能とかいろんな才能があるんだよ。それを好きな才能、それを楽しいと思う才能、それを楽しめる才能、うん、楽しいと思う才能し、その楽しいが続く才能、楽しいがいっぱいな才能、いろんな才能で溢れてますから。うん、それにあとは努力。でも努力もなんか曖昧だけどね、鍛錬もいろいろあるでしょ、仕方。だから別に努力してないよ、面白くなる努力なんて。何もしてないな。でも楽しいからいっか。うん。ほんと楽しいからいっかじゃダメらしいんだけど、別に俺なんかな、やっぱ精神に異常あるからセーフでしょ。うん。精神、もう、気違いセーフ理論だから、これでやっていくわ。うん。頑張ってる人いるよとか言う人いるかもしれない。その人は頑張れる才能があった。まあでも絶対頑張ってるのは無視してるだけだけど。俺はとことん休むわ。動けるとき動けるから。だってまだ動けないんだもん。うん。いや、そういうわけじゃないんだろうな。今楽できるから楽してるのかな。いやでもそんな怖いこと言わないで。うん。堕落していってるな。まあでもしょうがないわ。うん。なるようになるさ。これでいいのだ。いいよな、バカボン。言ってるもんね、ロックンロールオールライトってなんか言ったりしてんじゃん、たまに。ヒロトさんが。オールライト、オールライトってさ、日本語訳でこれでいいのだでしょ。多分。全部 OK。全部正しい。全部 OK みたいな意味じゃん。でもこれでいいのだじゃん。じゃあ。これでいいのだーって。マシマさんも言ってたからね。バカボンについて。バカボンパパ。別にバカボンじゃないんだよな。あれおもろいな。バカのボン。ボンボンって意味か。バカのボンで。お父さんがバカって意味じゃん。バカのボンでバカボンか。で、バカボンパパ。おもれー。これでいいのだ。でも俺これしかできねえから、うん、みんな俺に求めんねん。これしかできねえからこれをやる、それだけ。今はこれしかできない。未来になったらなんかこれ以外ができるかもしれないけど、今はこれしかできないから今これをやります。喋ってんの楽しいしな。やっぱ楽しくないと人生やってらんないね。楽しくないから自殺するんだよな。楽しかったら自殺しねえもん。こんな楽しいこと明日もしたくなるじゃん。楽しいことって明日もしたくなるし、今したくなるし、今したくなってたらいつの間にまあ明日っていうやつになってたりするしさ。あ、どうもそれっぽいこと言うの得意ですね。うん。だから明日もやりたくなるっていうよりは、やってたら明日になってる。で、またやる。なのかもな。漫画ってやっぱ楽しくなる構造になってるからさ、楽しむ才能がなくても楽しめるんだよね、そこそこ。まあ、完全になかったら漫画も楽しめないんだろうけど、まあ、完全に楽しむ才能がないし、イチャモンをつけるとか、自分を不快にしていく才能みたいなのもあったらね。でも審査員ってやっぱ大変だよね、お笑いの審査員って。ああ、もう面白かったんで100点でいいです、みたいなことできないじゃん。技能的な部分とか、どうするかみたいのでさ、やっていかなきゃいけないからさ。だから素人が審査員になるメリットってあんまないんだよなって、トマレさんが言ってたのは、それはもうその通りだわ。トマレのくせに名言っていうか正論言いやがって。
正しくないことだけしてるよ、泊まれは。なんか俺、泊まれのアンチなので。すいません。うん。泊まれさんのアンチなので。すいませんね。新型マイクさんにもさ、やっぱさ、フォロー外されちゃったんだよな、俺。だって新型マイクさんのアイコンって、あれ多分地球でしょ？地球にフォローされてんだよ。そりゃ嬉しくなるじゃん。新型麻薬っていい名前だしさ、地球にフォローされてんだよ。うん、そりゃフォローされたらショックだよ。ショックだわ。なんでフォロー外したんだろう。やっぱ地球としての自覚を持ってほしかった、アイコンにするくらいんだったら。地球としての自覚が足りないね。うん、本当に。まあでも俺ネタついつぶやなかなくなったからね。でもネタついなんてネタついの才能があるやつがやればいいし、ネタついを楽しいって思ってるやつがやればいいんだよ。俺はやらない。これでいいのだ。これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン。天才かだ。バーカボンボンボン。芋けんぴ食うわ。漫画も魔人ブー編はちょっと経ったらいいや。セル編おもろかったな。おもろかったセル編。やっぱ娯楽は何も考えないで楽しむのが一番いいわ。直感って楽でいいな。楽でいいわ。今の生活マジで楽しいな。楽だし楽しいな。そんないいとこ取りしていいの？うん。でもまあこれからはな、楽な生活は来ないだろうな。俺人気者になっちゃうし。人気者に別になりたくはない。いや、でも俺が好きな人とかいうさ、いいものを作ってる人の人気者になりてえわ。もうなんかジャンプの作家がさ、刊末コメントみたいな、週刊少年ジャンプの刊末コメントね、俺のことだけ書かねえから。めちゃくちゃブーム来ちゃって。全員もう俺のことだけ書いてる。それ目指します。はい。ね。それ目指すわ。ジャンプの刊末コメント全員、羽島恭志郎をハマらせます。もう異例の事態で、刊末コメントに羽島恭志郎のことしか書かれないくらいね。頑張りたいと思います。頑張りませんが。頑張りませんが、頑張りたいと思います。頑張りませんを頑張るわけじゃなくて、頑張りませんが、頑張りたいと思います。頑張りバリ。頑張りバリバリバリたいと思います。頑張りバリ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 たいと思います。頑張りバリ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 。バリ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 。いやー、なんかさ、すごいやっぱ、年末だからさ、お母さんたちがカニ買ったのよ。でかいカニ。見たけど、やっぱ、あ、カニ食おうかなって思ってたな。いや、でも、カニ臭かったな、ちゃんと。あ、カニ臭いなって思って食うのやめました。でも、カニって食ったらさ、いいカニしか食えなくない？別に安いもんで満足できなくないか、カニって。多分。だからやめるわ。金持ちになってからカニ食うを。金持ちになってからな、なんか、ひろゆきさんの言う、スペインで食ってる、うめえ牛食うわ。うん。うめえ牛食うを、うめえ牛を低温調理で、いやー、こう。おまたかいいな。おまたも洗えばよかった。おまたと脇洗うわ。次、しょんべん行きたくなった。おー、もう30分だ。